はい、どうも僕です。ということで今回もドラゴンクエストライバルズエースやっていきましょう。ということで今回はついに追加カードが来たということで見ていこうかなと思います。いやもうかっこいいね。もうそうそうたるメンツ。魔王系がめちゃめちゃ大量に来たってことで、これはかなり熱いね。これがね、サービス終了とかそういうのじゃなかったらより熱くなれたんだけど、まあ、とりあえず見ていきましょうか。え、勇者杯二次予選どうなったかって？ユルシスちゃーん、鍵を8個余らせて、終わらせてやったぜ。ワイルドだろってことでやっていこうかなと思います。ってことでまずは竜王なんですが、12コス44で闇の覇者竜王、対戦時自分が使った本来のコストが2以上の特技カードの枚数分コストマイナス2ってこと で死亡地効果正体を表すということなんですが、まあこれはもうなんかあれなんだから、元々の竜王のコストが下がるバージョンってことで、まあ封印に弱いところは相変わらずなんですが、まあ、ゼロコスとかになったら正直封印されたとしてもゼロコス44の時点で強いんで、まあ、特技カード使いまくるデッキだったらほぼ 100%、まあ、ムーンブルクだったら 100% 入るんじゃないかなと思います。まあ、やっぱりね、まあ、封印されなかったらもうそもそもね、ゼロコス44からの77ってなったらもう強すぎぶっ壊れなんで強いし、まあ、封印されても全然44として使えるんで、全くもって損のないめちゃめちゃ強いカードなんじゃないかなと思います。勇者よ。わしの味方にならぬか？あーかっこいい。いやボイスも相変わらずかっこいいってことで、うん、これはねめちゃめちゃいいね。でしかも、まあ、ゼロコスになったら魔王系としても使えるんで、まあ、イルルカで使うには若干遅いかもしんないけど、まあ、使えなくはないし、まあ、2コス以上という部分に関しても3コス以上じゃないんで、ムーンブルクよりも使いやすいと考えたら結構強いという意味でもロマンという意味でも使えるんで、かなりいいカードなんじゃないかなと思います。で今回ねこれ見てほしいんですが、職業が共通ってなってると思うんですが、この8個全部共通なんだよね。まあ、よく言えば全てのデッキで使えるっていう考え方もできるし、悪く言えば一番最初の段の時みたいにもう共通カードまみれになっちゃう可能性もあるんだけど、まあ、終わるしね、どうせ終わるしはっちゃきちゃいましょう。ということで続いて、こちら破壊を司る神指導ということで、7コス55召喚時他の全てのユニットと敵リーダーに2ダメージ、そして自分のデッキに特技カードがないならプラス1ダメージ、このカード以外の自分の手札が1枚以下の場合プラス1ダメージってことで、まあ、使い方としてはローレシアなんだけど、ローレシアでやられるはずの指導がローレシア側に回るっていうよくわからない事態になってますが、うまくいけば全体4点ダメージ、まあローレシアで使う分には全体3点ダメージなんで、まあ、ビッグバンと考えたら、まあ、2コス55なんでやってることとしてはめちゃめちゃ強いんじゃないかなと。これがね本当にサービス終了しないんだったらかなりぶっ壊れ案件だったんだけど、まあ今だったらいいかなみたいな感じだけど、まあただやっぱりね7コス55で3点ダメージしかも敵リーダーにも与えるとなると、本当にさっき言った通りビッグバンなんで、そのビッグバン自体もね必殺技でテンション使わなきゃいけないんでって考えると、本当にもうマイナス1コス55といっても過言ではないくらいの強さなんで、これはかなりぶっ壊れなんじゃないかなと思います。まあ例えばイルルカ相手だったとしてもほぼ確実に倒すことはできるし、さらにまあ手札を少なくすれば4点ダメージってことなので、まあほとんど全てのユニットを倒せると考えたらめちゃめちゃに強いと。なのでマジでこのカードはどの、まあ、どうだろうな、ただプラス1ダメージがその特技カードがない場合のみなんで、ローレシア以外だったらもしかしたら入んないかもしんないけど、ローレシアがめちゃめちゃ輝く可能性はあるんじゃないかなと思います。ということで続いて来ましたね、ついにデスピサロということで、唯一ね2つ名がないカードなんですが、デスピサロということで、6コス67仁王立ち召喚時魔王デッキのカード1枚を手札に加える、対戦中に他の味方の魔王系が2体出るたびプラス1枚ということで、まあこれもさっき言った魔王イルルカだったりとか、まあ魔王デッキで使う際にめちゃめちゃ使えると思うんだけど、まあ魔王系例えばまあ10体出したら5枚プラスでもらえるってことで、まあ、正直ね、まあ、2、3枚もらえるという時点で強いので、まあ全然このカードは、ね、もう魔王デッキだったら確定で入ると思うんだけど、まあ、6コス67仁王立ちってことで、まあ、6コスっていうことでそんなにまあ高コストってわけでもないんで、まあ、使い勝手もまあそんなに悪くないことを考えると、まあそこそこ使えるのではないかなと思います。まあ、なので今回やっぱりね魔王系が大量に追加されていることを考えると、魔王イルルカが結構使える感じになるんじゃないかなと思います。ってことで続いて、こちらですね、ミルドラースということで、魔界の王5コス55召喚時味方ユニット一体に作戦を出す、自分が作戦を出す場合出た作戦の効果全てを得るということで、まあ、作戦デッキで使えそうな感じなんですが、
まあ作戦1回出す分でも強いのに、さらに自分にも効果があることを考えると、まあ、正直もうミルドラース単体で入れるだけでも相当強いと思うんだけど、これの効果がね若干書き方が悪くてわかんないんだけど、自分が作戦を出す場合っていうのはミルドラースが使った作戦の効果っていう意味なのか、それとも、まあ、ミルドラースを出したそのプレイヤーが作戦を出すたびに使えるのかのどっちなのかがわからないんで、そこによっても話変わってくるんだけど、もしもプレイヤーだった場合は、まあ、あと3回くらい作戦は使えることがあるかどうかわかんないけど、まあ、使えた場合とかね、かわいいモーモンだったりとかいろいろか使って作戦出した場合、より一層、まあ、強化できるんで、ってなってくると相当ぶっ壊れキャラクターになるんじゃないかなと思います。特にイルルカ使う際だったら確定で入るんじゃないかなと思います。イルルカってあれね、あの魔王系のイルルカ使う場合だったらほぼ確定で入るんじゃないかなと思います。ということで続いて、狭間の王、デスタムーアということで、5コス5号前列にいるはいるオープレイヤーの手札にあるカードとテンションカードのコストプラス1ってことで、まあ、テンションを若干使いにくくさせるっていう効果は健在なんですが、まあ正直これは使うかどうかは微妙だね。まあただ効果自体は相手にとってデメリットがでかいので、まあ相手に取らせるっていう考え方でいけば、まあ5コス5号かつで、しかもこのユニットとかじゃないので、もうすべてのカードがコストプラス1になると考えるとかなりめんどくさいと思うので、まあ除去られるにしてもいいし、除去られなかったらまあこっちもプラス1になっちゃうけど、少なからず相手の方が1ターン多くこの恩恵というか悪い効果デバフを受けなきゃいけなくなるので、まあどの道、まあ効果的には強いんじゃないかなと思います。ただわざわざ入れるかどうか微妙で、まあ魔王系だとしても正直、まあ入れるかどうか五分五分みたいな感じだし、まあそれ以外だったら正直デスタムーはわざわざ入れるよりも他のカード入れた方が強い可能性もあるんで、まあそこに関しては微妙なのかなと感じるんだけど、まああって損はないカードだと思うし、まあ結構まあまあまあいいかなって感じかな。弱くは全然ないんで、まあ場合によっては入れるって感じでしょうか。ってことで続いて、まああとあれだね、あのイルルカ相手とかだとその大量に展開するんで1コス上がるだけでかなりめんどくさくなると思うんで、イルルカケアとしては結構ありなんかなと。ということで続いて、天魔王オルゴデミラ来ました。もう僕は信じていた天魔王が絶対に来るって、もう全然来ないなと。オルゴデミラだけ、まあオルゴデミラだけじゃないけどね、ミルドダースとかも来てなかったけど、天魔王がきっと来る、ドラクエセブンもきっと来ると思っていたら、まあ確かにセブンのヒーローカードは来なかったけど、なぜかセブンのヒーローカードだけはぶられて終わったけど、なんだったらあと一段だけ待ってくれてもいいんじゃないかって思ったけど、ただまあ天魔王オルゴデミラが来てくれたんで許しましょうと。4コス36仁王立ち連携、残りの MP をすべて消費する、他のすべてのユニットに消費した MP の数分ダメージを与えるってことで、注意が必要なのは全てのユニットなんで、自分もダメージを受けてしまう、まあオルゴデミラは受けないけど、それ以外のユニットは受けてしまうっていう部分が若干その懸念点ではあるんだけど、まあやっぱり例えば6コス使った場合は6点ダメージなんで、まあ絶速の波動とほぼ同じ効果だと考えると、まあかなり強いんじゃないかなと思います。まあ絶速の波動が5コス使ってやっとそっからさらに残りの MP 全部消費して全てのユニットにマイナス効果をつけるって感じだったけど、オルゴデミーラは4コス36を出した状態でまあ絶速の波動を打てると考えたら、まあかなり使いやすいと思うし、まあさっき言った通りイルルカが結構今強いんで、まあイルルカケアとしても十分強いと考えると、まあかなり使いやすいカードではあるんじゃないかなと思います。まあ連系もまあなんとかなるだろうしって考えると、まあいろんなデッキで使えると思うんだけど、まあただイルルカで関してはまあ4コス36強いけど、正直他でもうちょい8コスくらいある状態で使った方が強いと思うんで、そこに関しては使うかどうか微妙だね。まあただ普通にオルゴデミーラ自体が強いんで、まあ、いろんなデッキでね、こいつはやっぱりオルゴデミーラといったらいろんなデッキで使われるって言っても過言ではないですから、まあ、いろんなデッキで使われるんじゃないかなと思います。ということで続いてラプソンですね。いやお前その携帯なんかいて、お前その携帯なんかいて思ったけどね、最終携帯じゃないんかいて、他のやつはみんな最終、まあお前最終携帯じゃないけど、お前もまあ最終携帯じゃないのかな、これは最終携帯じゃなかった気がする。もうちょっとなんか変なやつだったよねこいつって、最終携帯なんか腕しかないやつみたいな、あれって第一形態どっち、超わかんないけど、デスタムーアニアカが出ちゃったけど、まあ、ただね、まあ、オルゴデミーラも最終形態ですしって感じなんで、お前その形態なんかえて、でしかも前回も同じらしいと思ったんだけど、まあ、3コス11応援死亡時ランダムな敵ユニット一体に死亡時相手の手札にラプソンを1枚手札に加えるを付与するスキルブーストプラス1ってことで、まあ1
見前の方が強かったんじゃねって思われがちなんですが、まあ、スキルブーストを2回使えば前回と同じステータス、それ以上になるにはさらにテンションを上げると、まあプラス4プラス5とかになって、まあ66だったり77になるんで、まあラプソンをいちいち3個性出さなきゃいけないという手間がある分前回より弱いんですが、その分スキルブーストで能力が上がっていくんで、逆にこれでね死亡時その復活とかだったらマジで強すぎぶっ壊れなんで、まあ、そのくらいがちょうどいいのかなと。まあ、逆にラプソーンのめんどくさいところは封印しない限り、まあ永遠に復活しちゃうんで、そこがめんどくさいんだけど、ただラプソーンの弱いところ、封印って言ったんだけど、これねゼロの洗礼だっけ霊の洗礼だっけ忘れたんだけど、あれ使われると1点でもう1日になっちゃうんで一瞬で死ぬっていう、それだけが唯一の弱いところなんだけど、まあ他に関してはもうあれだね、だからタイプ G 何回も使えるタイプ G って考えたら強いってわかると思うんだけど、まあ3コスになったけどその分何度も使えて、しかも応援持ってるんで、まあ実質2コスと考えたら、まあ本当に何度も使えるタイプ G って考えるとかなり強いんじゃないかなと思います。まあどのリーダーで使うと強いかはちょっと微妙なんだけど、まあ、使うとしたらククールとかだったら何度も復活してスキルブーストでより強くなっていくんで、まあ、スキルブーストを増やした状態で、まあ、うん、癒しの波動じゃなくてなんだっけ、精霊の歌か、精霊の歌とか使って復活しまくればマスターズとかだったらかなり強いと思うんで、そこら辺が結構魅力的かな。なので、まあ、やるとしたらそれやろうかな。うん、精霊の歌でラプソーバミレにして、77とか88のステータスでもいてつく波動使わないと無理でしょみたいな感じにするっていうのは結構面白いんじゃないかなと思います。そして最後、いや、こいつかっこいいね。これさ、他のやつらも確かに、まあ、みんなかっこいいな、こう見ると。ただ、ネルゲル、この月夜に照らされた冥王ネルゲルがかっこよすぎる。ドラクエ10のオープニングで出てきたやつじゃんって感じなんだけど、8コス462回攻撃召喚時、自分のターン開始時、後列中央にイルナスペシャルコイン1枚を手札に加えるベッド。このターン、この効果で出ていないネルゲルの配下1体を出すということで、まあ、これもね、書き方的にちょっとわかりづらいけど、おそらくこれね、ネルゲルの配下最高で2体まで出せるんじゃないかなと。まず1回この55が出たら、もう1回次使ったら33が出てきて、それ以上は出せないよって感じだと思うんだけど、だとすれば、まあ、コイン2回使えば前のネルゲルよりも強い動きができるし、でもってしかもまあ8コス46普通に前と同じステータスで2回攻撃も健在と考えると、まあめちゃめちゃ強いんじゃないかなと。でしかもまあスペシャルコインなんで、他にもコイン系ベッド系とか入れておけばさらに追加で効果も発揮すると考えると、本当にこれは前回の上位互換みたいな感じなんで、かなり強いんじゃないかなと思います。まあそうだな、デボラだったらほぼ確定で入るというか、まあ入れない理由がないくらいなんで、まあ入ると思うんだけど、まあそれ以外でもまあコイン若干入れてネルゲル使うみたいなのもありかもしんないし、まあスペシャルコインは毎回使えると考えると、まあ弱くても前回のネルゲルと同じくらいの効果を発揮できるんで、まあどの道強いんじゃないかなと思います。なのでやっぱネルゲルは強いね。もともとただでさえ8コス46の時点で強かったのに、こんなことになったらもう強いに決まってるでしょって感じなんで、まあこれもかなり、まあデボラだったら必須カードになるんじゃないかなと思いますって感じかな。まあこんな感じなんですが、おそらくね追加カード今日出るので、この動画出してる時にはもう出てるのかな、もしかしたらまだ出てないくらいかもしれないんだけど、なので、まあ今日か明日か追加カードのね、試合とかもやっていこうかなと思います。それでは今回はここまで、バイバイ。